スチーム。さあ今回のファン感謝会はこちらの階段から降りてまいります。選手たち、さあ今ですね、スタートした模様です。さあ今シーズン2018年、神奈川に来ました栃木市選手スタッフ、さあこの後こちらのステージに登場してまいります。さあただいま監督を先頭にいたしまして、選手スタッフが階段を降りてまいりました。さあどうぞご覧いただきました皆様、ステージに到着するまで大きな拍手をお送りください。さあ、監督と西澤選手がセットで、降りております。それではご来場いただきました皆様、改めまして大きな拍手をお送りください。なお本日竹重選手、メンデス選手が欠席となります。あらかじめご了承ください。さあそれではまずはじめにお集まりのファン、サポーターの皆様へ、栃木サッカークラブ代表取締役社長橋本大輔よりご挨拶をさせていただきます。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。栃木市の橋本です。お忙しい中、ファン感謝祭にお集まりいただきありがとうございます。先日のホームゲームラス最後の試合ですね、ご挨拶させていただきましたが、本当にこの1年間、選手たちを支えてくれてありがとうございます。また、今年 J 加盟10周年ということで、この10年間本当に皆さんあってのこそだと思っております。本当にありがとうございます。まあ、トップチームの結果、リーグ戦は17位という結果で終わりました。まあ、スポーツなので、勝ったり負けたりと、いうことはありますが、本当に自分が社長になってから3年目なんですが、本当どっちに転ぶか分からないなっていうのが、スポーツの面白さでもあり、もちろん勝ちたいし負けたくはないっていう気持ちはあります。でただ選手たちに、シーズン前に、僕から話をした時、勝ち負けはどっちに転ぶか分からないけれども、勝利に向けて、持っている力を全部出し切って、最後まで全力でプレーする、そこだけは約束してほしいという話をしました。監督、チームスタッフ、そして選手たちは、その期待にしっかりと、応えてくれたと思っていますし、その点に関しては本当に監督、チームスタッフ、選手には感謝しています。そして
その彼らを後押ししてくれた皆さんに関し対しても本当に感謝しております。本当にありがとうございます。サッカー、スポーツそうですけども、90分間選手たちだけで、成り立つわけでもなく、相手の選手がいて審判がいて、そしてその選手たちを後押しする皆さんがいて、運営を支えるボランティアの皆さんがいて、美味しい食事を出してくれるフードの、企業の方たちがいて、警備の会社の方たちがいて、スタジアムを盛り上げるチアリーダーの方たちがいて、本当に多くの方たちによって、スタジアムは成り立っているし、栃木のグリーンスタジアムはそういうことで、出来上がっているものだと思っています。そういう意味で無事に1年を終えられたことは、大変嬉しく思っているし、自分自身ホッとしているし、皆さんにも感謝しています。本当にありがとうございます。先日、クラブから発表させていただいた通り、3年間本当にクラブに貢献してくれた横浜監督が今季限りで退任になります。加えて、何人かの選手がこのクラブを去ることになると思います。彼らに対してぜひ皆さんからも引き続き温かい応援をよろしくお願いします。最後になりますが、今日七五三でいっぱい来てるんですね。ちょっと場所が限りがあるので、そういったお子さんとかご家族とかに、栃木市のサポーターの方たちがいっぱいいて通れなかったとかっていうことがないようにだけ注意しながら、短い時間ですが、今日一日みんなで楽しみましょう。本当に1年間ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、横山雄二監督よりご挨拶をさせていただきます。それでは横山監督、よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。まずは今年1年間栃木市に対して様々な形でのご支援ご声援をいただきまして本当にありがとうございました。皆様のそういうご支援ご声援のおかげで、本当に厳しい J2 の戦いでしたけれども J2 残留という結果をつかむことができました。本当に皆様に感謝しています。どうもありがとうございました。そして今社長からもお話がありましたが私も今年で栃木市を離れることとなりました。皆様におかれましては本当に3年間厳しい時も試合に勝った時も負けた時もで特に本当に厳しい時に熱く温かい声援をいただきました。本当に皆様に支えられて、皆様と共に戦った3年間だったと思っています。そういう意味で、昨年、最後までどうなるかわからない状況の中で J2 昇格という結果をつかみ皆様と、喜んだことは僕の中でも一生の思い出になると思っています。そして今年も本当に厳しい戦いでしたが、そういう中でも僕に本当に温かい言葉をかけていただいた皆様にこの場を借りてになりますが本当に感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。引き続きこういう世界ですのでサッカーは続いていきます。僕自身もサッカーの世界で生きていきたいと思ってますし、ここにいる選手たちも来年以降もどんな場所であれみんな活躍してくれると思っています。そういう意味で皆様とまたどこかで会えることを僕自身も期待しながら今日しっかり皆様に挨拶させていただきたいと思っています。そういう意味で来年以降も皆様には栃木 SC をぜひご支援ご声援いただいてさらに栃木 SC が躍進していけるように僕も心から願っています。本当に、3年間今思うと、長いようで本当に短いあっという間の3年間でした。本当に繰り返しになりますけれども皆様に本当にお礼を言いたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではご来場いただきました皆様お待たせいたしました。